チャンネルへようこそ。たてちんでございます。本日はねこちらでございます。じゃらららー、こちらねビックリマンチョコブラックゼウス外伝でございます。前回ねたてちん、こちらね、皆さんにご紹介いたしましたけれどもね、前回やらかしたんだよ。あの前回ね、こちらね10個開封って言ったんだけど、実は9個しかね、開封してませんでした。で、今回はね、まあそういった意味でね、まあちょっと今回11個開封でございますけどもね、今回ねやっぱりすごいのはこのね全42種ということでございます。まあこのブラックゼウスめちゃめちゃかっこいいよねやっぱり。ということで当時のフォロとかもやっぱさかめちゃめちゃで値段がすごいんだよ。6万とか7万とかこの前ヤフオクで見ましたけども、はい。ではね今回はねやっぱりヘッド、それからやっぱりレアなところをちょっとゲットしたいということで、今回も、ちょっと今回11個開封していきたいと思います。1,2,3 ちゃんと今回11個、取りましたからね。超高く大丈夫です。分かってください。早速じゃあ開けていきましょう。ピッ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 。はい、それじゃあね1個目いってみたいと思います。さあ今回は何でしょうか。ピー、おー、これ来た。これコロコロ兄貴で公募したこちら3すくみ優秀イラストでございます。これね、フロートでございます。これなんかすげーめちゃめちゃ可愛い感じでございますね。はい、じゃあね2個目いってみたいと思います。2個目はなんだー、こちらって、きたー、こちら来ましたよ。ブラックゼウス明かされた弱点ということでございます。このね額のこの双子星ですね。これについて、めちゃめちゃ後ろのね絵巻に書かれてるということで、今回こちらブラックゼウスゲットでございます。はい、じゃあね、三つ目行ってみたいと思います。三つ目はこちらってねー、おほー、これはコロコロ兄貴の、公募キャラでございますね。これはね、電波女神でございます。これはお守りでございますけれど、これかなりね、いい感じでございますね。はい、じゃあね、四つ目行ってみたいと思います。四つ目は、これだ、なんだっけーん、ほーかっ、あったー、こっちだ、来た来た、こっちだ、ヘッド、これね、シソジュラでございますよ、来たー、ついにシソジュラ来ました。で今回ほら結構あのこのイラストが結構リニューアルされてる感じでございますね。かなりねシソジュラかっこいいよ、かなりかっこいい。これはい、じゃあね5枚目いってみたいと思います。5枚目はなんだ、こちらピーかー、これかっこいい。このブラックゼウス外伝でございますけど、このねパワーアップまだこの逆襲ということで、このブラックゼウスこれもかっこいいでしょ、これすっげえかっこいい。はい、じゃあね6個目いってみたいと思います。6個目はこちらでございます。おお、これすげえ。このねブラックゼウス外伝、こちら外伝でございますけど、これね闇の自陣士バースというこちらでございますよ。これね精神ナディアは、そのリーダーとしてその双子自身を、バース誕生させたということでございます。これがこっからですよ、こっから始まるわけですよ。はい、じゃあね7個目いってみたいと思います。7個目はこちらでございます。できたー、これはねコロコロ兄貴のね公募キャラ、これね未確認飛行物でございますね。こちら天使でございますけども、今回このデザイン見てみて、これねかっこいい、すげえかっこいいね。はい、じゃあね8個目いってみたいと思います。8個目はこちらでございます。でーん、おー、これなんかすげえこれなんかすごいね、これ。これもね、兄貴のね、公募キャラでございますけどもね、これね、珍相談でございますね。これ悪魔でございますけど、アクセル全開暴走暴発野郎がヘッドに便乗調子に乗るってことで、これはすごい。このキャラもね、かなり、いい感じでございますね。はい、じゃあね、9個目いってみたいと思います。9個目はこちら、ピーおー、これダブってねえな、おブラックゼウスでございます。これね双子星のメモリーということでございます。これはねやっぱり来たろ、今回これやっぱ来たんじゃないのこれ。はい、じゃあね10個目いってみたいと思います。10個目はこれだよな、これだー、来たー、これダブったけど、これね、ブラックゼウスシソジュラの反乱でございます。このシソジュラがねこのほらブラックゼウスこんな感じでうわーっ
ってしてる、こんな感じの、ブラックですがね、この指導時代にこうやって、こんな感じになってるところでございますね。はい、じゃあね、まあ、前回ご紹介できなかった11個目、11個目いってみましょう。11個目は、こちら、ペーン！これすごい、このね、寿司詰めですね。寿司詰め。ね、こちらお守りでございますけど、これね、コロコロ兄貴5号でね、ファンから一般公募した3組優秀イラストでございますけれども、ね、これなんかくるくるくるって、このお寿司みたいになってるの、これ、もう私食べないでよみたいな、こんな感じの、寿司詰めでございます。はい、ということで今回、20個開封しましたけれどもね、ようやく結構揃ってきた感じでございますけどもね、今回もね、ヘッドの方、無事ね、ゲットすることができましたね。で、今回ね、まあ、これ見てみよう。このシソジラでございます。これ結構ね、いい感じでございますけどもね、まあ、今回今回20個開けて1個ね、ちょっとダブっちゃったんだけど、かなりね、いい感じで揃ってきてます。で、まあ、全42種なんでね、結構まあ、いろんなキャラは、おりますからね、また次回もね、ヘッド、それからね、レアシールゲットしたいなと思っております。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ところで達人チャンネル、またパソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録のボタンを押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタン、お願いします。